日本で一番ユーモラスな理科の先生、根本万です。高校入試で夏の代表的な星座を書けという問題が出たとして、もしも皆さんがオリオン座と書いてしまったならどうでしょうか。もう絶望的、志望校不合格間違いなし、そんなふうに思ってる人いますか。今回はですね、星の日誌運動、年収運動の総仕上げとしてこんな話題で話をしたいと思います。はい、夏こそオリオン座が見える最高の季節だ。はい、これが冗談ではないということを説明したいと思います。はい、私が開発した星の日誌運動、年収運動を観覧車に例えた観覧車理論です。こちらを見てください。で、ここでは1月10日の22時にほぼオリオン座が南中すると考えてください。そしてですね、10月南中するのが4時、11月が2時、12月が24時、で1月が22時、2月が20時、3月18時、16時、このように2時間ずつ南中する時刻が早くなるという、これはよろしいですかね。そしてですね、ちょっと前になんか真夏のオリオンというなんか映画がなんか上映されたらしいんですが、私は知らないんですが、今日の話題と何か関係があるかもしれません。そして、まずですね、星座というものが大体ですね、夜の7時とか8時とか9時とかその辺の時間帯によく見えるというのが、それが季節の星座というふうに大体皆さん考えています。なので、オリオン座というと11月、12月、1月、2月、まあ、この辺のいわゆる冬の時期にちょうどいい夜の時間帯に綺麗に見える。まあ、冬は特に、まあ、空気も澄んでるので、綺麗に見えるということで、冬の星、代表的な星座というふうに考えてますが、じゃあ夏は見えないのかということで、この観覧車理論で説明したいと思います。まずですね、7月10日22時。7月10日の22時にこの位置にあります。南中の正反対ですね。なんて言うんですかね。北中と言いますかね。そんなないですね。はい。ここから、はい、動かします。24時。はい、日付が変わって夜中の2時。で、4時。6時と。すると、東の空に、だいたい朝の、まあ、4時ぐらい。この辺に5時、すると4時、5時というと、もう7月は5時ぐらいとも明るくても見えないと。で、ちょっと微妙に出たところはちょっと見えない、そんな感じがします。しかし、はい、8月の10日、はい、お盆近くですね、8月10日の22時にこの位置にあるとして、24時、夜中の0時ですから、ここで日付が変わって、ここは2時です。2時で3時、4時、はい、4時ぐらいはまだ暗いですから、4時ぐらい東の低い空に見えるんです。4時、5時、まあ3時に、夜中の3時に起きれば、まあ3時ぐらいか3時、4時、5時ぐらいまで、オリオン座がなんと東の空に見えるんですね。なので、その辺のまあ限られた時間帯でしか見られないな、まあ、真夏のオリオン座ということで、まあそういう映画になったのかもしれません。明け方の東の空に昇ってきたオリオン座を見つけると夏を感じるという、そういう、まあ、天体ファンもいるようです。はい、こんなことで、真夏にもオリオン座が東の空に限られた時間見えると、それからですね、日食、太陽が隠れて昼間見えるはずのない、通常見えるはずのない星座が見えるという、そこで日食の皆既日食の時なんかに、まあ、星座が、まあ、普通見えない星座が見えるという、そういうこともあるということです。はい、星の日誌運動、年誌運動の総仕上げとして、話題をお送りしました。はい、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。